365日ソングライティングチャレンジからの皆様、おはようございます、こんにちは、こんばんは、シンガーソングライターの小山純一です。今日も、曲作りしていきます。いろんな思いを紡いで、いきます。日々日々いろんなことをですね、感じております。たくさんたくさんアンテナをこう張り巡らすことによって、本当に心が動いて曲が、浮かんでくることも増えました。やっぱこうアンテナを張ってないで、何か一生懸命こうね没頭してるときはなかなか、なんだろう、他のことに没頭してるときはなかなか曲が浮かんでこないので、そう、今すごくいい感じに毎日、過ごしております。素敵な曲を、1年間で20曲以上、もうできれば30曲くらい、作りたいなと思ってやっております。楽しみにしていてください。昨日 A メロをちょっとやりました。その続きやっていきましょうか。何回思ったろう君は、またしてごめんね、こんな僕だけど、何が言いたいかってこと、何度も飲み込んできたんだ、もう気づいているかな、という歌詞になりました。どんな歌詞が続いていくのか、どんな曲なのか、楽しみにしていてください。こうして作ってる、ソングライティングチャレンジで、できた新曲はライブハウスでお届けしています。一番近いライブですと12月の2日新曲をやります。そして12月4日、カフェのライブの方でも新曲をやります。ちょっとカフェのライブはソールドアウトしてしまっているので、もうちょっとご予約の方しか入れませんが、12月の4日の昼、そして12月2日オーサイトの方はまだまだチケットございますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。もうトークあり、普段聞けないようなシンガーソングライターとはというテーマでですね、僕よりも、すごく年上のもう50代のアーティストのお話が聞ける、すごくすごく、貴重な、僕にとっても貴重な時間です。一緒にね、ああそうなんだそうなんだって感動できる時間になると思いますので、面白い時間、一緒に過ごしていただければと思います。12月2日遊びにいらしてください。そして12月4日のね再開の方も、フリーライブですので、あったかい格好して、ぜひ遊びにいらしてください。一緒にライブ楽しんでいきましょう。もう11月12月今年もあとちょっと、日々日々、一緒に楽しい時間を過ごしていきましょう。小山純一でした。ぜひ会場でお会いしましょう。ありがとう。ツイキャスも見てね。